契約回線数が7年で7割減する。最大の売りであった価格優位性っていうのが消滅しかかってる。 MV 事業者は生き残りをかけた場を迎えているようですね。どうもこんにちは。東洋経済オンライン YouTube チャンネル、リポーターの中島美玲香です。東洋経済オンライン編集部長の滝正秀明です。チャンネル登録してご覧いただいている皆様、いつもご視聴ありがとうございます。今日の主なポイントは3つです。 1. 格安スマホの契約回線数が7年で7割減するという野村総研の推計が業界に衝撃を与えています。 2. 大手キャリアの新料金プランなどで格安スマホの最大の売りである価格優位性が消滅しかかっています。3. 安さを売りに一時代を築いた MVNO 事業者が新たな存在意義を見出し、復権できるのか正念場を迎えています。というわけで今日は、格安スマホ7年で7割減市場の壮絶生存バトルをテーマにお届けします。竹正さん、うん、携帯電話料金の値下げに一役買ってきた格安スマホ事業者が消滅の危機に直面しているようですが、うん、一体何が起こっているんでしょうか。はい、NTT ドコモをはじめとするですね、はい、大手キャリアが格安プランの提供を始めたっていうことで存在意義が宙に浮いてしまったからなんですね。格安スマホを展開してきた MVNO 仮想移動体通信事業者の契約回線数が7年で7割減少するという推計も飛び出して業界をざわつかせています。7年で7割減というのは、うん、衝撃的ですよね。どんな推計なんでしょうか。はい、2021年12月にこの推計を発表したのは、はい、国内大手シンクタンクの野村総合研究所です。アンケート調査などをもとに MNO 大手キャリアですねと MVNO それぞれの市場動向について独自試算したものになっています。竹正さん、うん、MVNO について改めて解説をお願いします。はい、MVNO とは大手キャリアから通信回線を借り受けて格安スマホの通信サービスを提供するという事業者のことなんですね。はい、大手キャリアがカバーしてなかった低容量低価格帯のプランを充実させて節約志向が強い消費者を取り込んできました。いろいろな事業者がさまざまな安い料金プランを提供していた印象があります。あ、そうですね、うん、野村総研の推計によれば MVNO の契約回線数、携帯電話端末ですね、はい、2019年度にピークアウトしてしまって、うん、2021年度末は958万と急減します。そして27年度末には456万とピーク時の3割程度まで縮小するっていう見立てになっていますね。一体なぜそこまで縮小してしまうんでしょうか。うん、その要因を教えてください。はい、大きな要因は2つあります。1つはすでに新規受付を停止した MVNO、楽天モバイルとそれから LINE モバイルが MNO 側に移行しているっていう影響なんですね。かつては MVNO にカウントされていたこれらのサービスっていうのが、はい、大手キャリアである MNO 側に移るっていうことで MVNO 側の見かけ上の減りが大きくなってしまうということですね。カウントの仕方が変わるということですね。2つ目の要因は何でしょうか。はい、より深刻な2つ目の要因として、はい、今後は大手キャリアのサブブランドや2021年春から開始した新料金プランへの顧客流出が急増すると見られていることなんですね。なぜなら MVNO のほぼ唯一にして最大の売りであった価格優位性っていうのが消滅しかかっているからなんです。ドコモ、KDDI、ソフトバンクともに新料金プランのテレビ CM をたくさん見かけるようになりましたね。はい、そうですよね、うん、ドコモはオンライン専用の新料金プランとして ahamo、はい、それから KDDI はポボですね。ソフトバンクは LINE もを投入してます、うんうんうん、楽天もデータ使用量 1GB 以下を無料とする新料金プランの提供を開始しています。積極的な広告宣伝の効果もあり、大手キャリアの格安プランは消費者から広く支持を集めています。そうなると MVNO の事業者は優位性を出すために料金プランを引き下げる必要もあるわけですね。そうですね。例えばインターネットイニシアチブが運営する IIJMIO のほか、はい、NTT 系の OCL モバイルワン、
それから関西電力傘下のオプテージのマイネオなど、そうした主要 MVNO 各社も相次ぎ料金プランを引き下げています。大手キャリアの動向に左右される MVNO は舵取りの難しいビジネスと言えそうですね。そうですね。通信網を自社で整備しなくていいとはいえ、特にスケールメリットの聞きにくい中小の事業者にとって、はい、回線の仕入れ費用の負担というのは重いんですね、うん、その上料金は大手キャリアより安くしなければ顧客にアピールできず、利幅は薄くなりがちなビジネスですね。 MVNO 事業者としての差別化戦略は他にあるんでしょうか？挽回に向けた動きっていうものも活発化しています、はい、大手キャリアの値下げで状況が一変したっていうこの1年で、 MVNO 各社は契約することで社会貢献ができる、キャリア並みの通信品質などの個性的なプランっていうのを相次ぎ投入しています。安さを売りに一時代を築いた各社は新たな存在意義を見出し、復権できるのか、 MV 事業者は生き残りをかけた正念場を迎えているようですね。そうですね。ということで本日は週刊東洋経済プラスより格安スマホ7年で7割減市場の壮絶生存バトルをテーマに、高野啓太記者のレポートをお届けしました。気になった方はぜひ概要欄のリンクからチェックしてみてください。